イーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。ピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。こんにちは、じゅんです。ひーです。はい、今回ですね、ゆいちゃんに練習器具を紹介してもらおうという企画でございます。はい、いつも普段ね、ゆいちゃんのレッスンで使ってる練習器具、今回の練習器具はじゃん、じゃんじゃんじゃんドクターダニエル。ドクターダニエル、これよく最近見かけますね。見る SNS で、 SNS で結構プロゴルファーの人とかも使ってるのを見ます、うん、だこれはレッスンで使っているよりかは、うん、自主練でいいですよっていう。なるほどね。これ別にレッスンで私が見なくても、うんうんうん、一人で全然使えるやつだから、おすすめしている。そう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 、練習器具ですね。はいはい、すごいこちら、すごい形ですけど、そうこれなんかね、このネジで撮影でこうなるんだけど、今ちょっとこう私に合うようにしてるから、ちょっとめんどくさくこう、はい、オッケーです。終わってから全部ちょっと分解してみましょう。じゃあ早速ゆい先生、はい、ドクターダニエルちょっと説明してもらっていいですか。うん、はい、うんとか言って、うん、これはこのなんか丸いこの丸い部分を左胸に当てて、今アドレス取って、はい、バックスイングからフォローするまでこのボールが自分の胸から外れないようにスイングするんだけど、はい、バックスイング左肘が曲がらないように、フォロースルーは両方曲がらないように。おちょっとライン出しっぽくね。そうそうそう、おーおー、そうそう、これが例えば、うーん、肘が曲がっちゃう人とかだと、こう取れちゃう、ボールがすごい変なこと、うん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 、こういう、はいはい、まあ、インに引く引いちゃう人とかはね、ぶつかってできないかもね。そう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 、そうね、なんか、うん、こうなった、うんうんうん、逆にアウトだと、ああ取れちゃう。だって手元が、うん、このこの距離感から外れると、ああまっすぐで、インパクトも、うん、こうなっちゃうとすごい多くて、でも体から自分の手が離れて、うんうん、インパクトも変えちゃうと多いと思うんだけど、ボールがこう、ここが距離感っていって、なるほどね、同じところに戻ってきて、そうそうだよ、インパクトの時手がこう前に出ちゃう人多いけど、そう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 、これをしっかりくっつければ体の下が通るようになるね。まあ、逆にだからつまっここうも絶対ならない。うーん、逆に近すぎるとこれもまた浮いちゃうから、おみたいな。ちょっとやってみていいですか、うん、ここにつけてこうね。そうそうそう、で、あ、私もインに引いてるわインに引いてるわもうちょっと角度、角度つける、角度つけない、それか短い、こんぐらい設定が難しいですね。ね、お願いしますこれで、はい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 、ちょっとインに引くとこ離れてるからね、うん、アウトに引けて、うん、うん、これはでも確かにちゃんと自分のいい位置分かりやすいけど難しいわ。難しい難しい、うん、難しい。それなんかこう連続でこう滑り、あ、連続滑りだったらこういいか。これでも家でも場所取らなくてできるし、そうそう、とか、まあ、ラウンド前にこう、うん、ティーグラウンドでちょっとこう確認ね、みたいな。はい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 、まあ、今本当にこれ流行ってるというか SNS でめっちゃ見るんで。本当に見るね、最近出てきた、うん、
で、すごいコンパクトにも折りたためるということで、ここも多分短くなる、短くなるね、はい、こんぐらいにグリップちょいぐらいの長さに全部なるのかな、うん、はい、ということで早いですけど締めたいと思います。はい、今回はなんだっけ、ドクターダニエル、ドクターダニエルという練習器具を紹介しました。いや、ちょっとね、うん、若干お高いんですけど、確かに結構いい値段してますね。まあ収納とかがいいから、ファイヤーインパクトとかに比べるとちょっとかなりお高いんですけど、一、はい、人でもできるし、うん、お家でもできるし、まあ、場所を取らなくていいと思うので、うん、皆さんもぜひ、ね、ドクターダニエルドクターダニエルゴルフで検索してみてください。はい、はい、ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。次回の動画もお楽しみに。